ピョニアン国際空港は、朝鮮民主主義人民共和国の、ピョニアン直轄市寸安区域にある、国際空港である。ピョニアン寸安ンン国際空港とも呼ばれる。市中心部から北に、約24キロメートルの地点に位置する。北朝鮮唯一の航空会社である、高麗航空のハブ空港である。2015年に共用が開始された、 国際線旅客ターミナルと国内線旅客ターミナル、国品専用ターミナルが供されている。滑走路を日本有するが、一時期一本の使用を休止し、高麗航空の地上保管機が置かれていたこともあった。旅客にかかる空港施設利用料は10ユーロであり、11アメリカドルもしくは100人民元でも支払い可能である。以前は、 エプロンターミナルともに撮影が厳禁されていたが、2000年代、中頃から乗客が出発、到着時に、エプロンで撮影しても特に問題にされなくなった。第日本帝国陸軍の飛行場として、第二次世界大戦中に供用が始まった。朝鮮戦争では、国連軍の基地としても使用された。朝鮮戦争終結後修復され、民間空港としての供用が開始された。 ピョンャン最大かつ唯一の国際空港として、高麗航空が、モスクワやウラジオストク、東ベルリンや北京に、定期便を就航させていたほか、冷戦時代には、アエロフロートソビエト航空が、ソビエト連邦各地からの定期便を運航していたほか、インターフルークや中国民航などの諸外国の航空会社も乗り入れていた。冷戦終結後も中国南方航空や、 中国国際航空などが乗り入れていた。2017年に中国国際航空の北京線が廃止され、外国籍の航空会社が乗り入れない国際空港となったが、翌2018年6月6日より運航が再開されている。中国国際航空の便は2008年に開設され、ガツ、水、金の週3便が就航しているが、 搭乗客不足のためしばしば決行していた。2014年9月には、旧旅客ターミナル跡地に建設された、新国際線旅客ターミナルの建設工事はほぼ完成していた。しかし10月にターミナルを視察した金正恩は、主体性、民族性が示されていないという理由で、工事の設計をやり直すよう命じた。2015年7月1日に、 正式に竣工した。この新しい国際線旅客ターミナルは、北朝鮮の空港として、初めて出発と到着外が分かれている構造となっており、また、北朝鮮の空港として、初のボーディングブリッジが3本完備している。12カ所のチェックインカウンターが備えられており、他にも、入国審査所、税関、検疫所、両替所、ATM を備えるほか、免税店。 レストラン、バー、ビジネスクラスラウンジ、地下駐車場やタクシー乗り場が完備されているなど、国際空港としての設備を備えている。2011年7月15日に、旧旅客ターミナル横に新たに建造され共用を開始した。2012年から始まった、旧旅客ターミナルの取り壊しと、新国際線旅客ターミナルの建設開始後は、唯一の旅客ターミナルとして、 国内線、国際線の両方で使用されたが、2015年の新国際線旅客ターミナルの完成後は、国内線専用となった。なお、国際線旅客ターミナルと接続している。営業時間時刻はすべて朝鮮標準時。2011年まで利用されていた、旧旅客ターミナルの建物は、地上1階建てで税関手続き、搭乗手続き、出国手続き、 登場口が同じフロアにあり、見渡せる単純で簡素な構造だった。飲食施設は建物入り口付近にあるカフェのみであった。正面には金日清の肖像画が掲げられていた。給料格ターミナル周辺平壌市中心部まで約24キロで車で約20分。現在鉄道や 地下鉄でのアクセス、また空港アクセス専用バスは用されておらず、外国人観光客の移動には送迎車か、ツアーバスが使われることが多い。なお、新旅客ターミナルの供用開始と、同時期に、高麗航空が、高麗タクシーの運営を開始した。なお、レンタカーは、同国では、用意されていない。2014年に、北朝鮮の最高指導者である金正恩は、 新旅客ターミナル建設現場指導において、ターミナルの周辺に、ホテルとバス停留場を建設しなければならないと述べ、空港地域の旅客サービス拡充を指導した。2015年6月に、金正恩は高速道路と高速鉄道の建設を支持している。ありがとうございます。